はい、今日はですね、皆さんに逆付けの基本をお教えしたいなというふうに思います。逆付けというとですね、伝統の技では非常にポピュラーなですね、中段逆付けとか、あるいは上段の出会いの逆付けとか、よく目にする機会があると思いますけれども、今日はその、基本の技をですね、皆さんに、基本の鍛錬法を皆さんに、この動画でお伝えしようかなというふうに思ってます。逆付け の基本の鍛錬法はいくつかあるんですけれども、最もオーソドックスで最もポピュラーに行われている鍛錬法をこちらでご紹介します。で、この鍛錬法で一番重要なのは立ち方です。で、空手はすべからく、どの技も立ち方が重要になってくるので、しっかりと自分の腰の位置、足の位置を確認して、技を繰り出す鍛錬をしていかなければ、強い突きをつくことはできないので、注意して行うようにしてください。で、まず前屈出しというのはどういう立ち方なのかというところから説明するんですけども、前屈出しというのはですね、簡単に言うと、皆さん柔軟するときにですね、アキレス腱を伸ばす姿勢がありますよね。こうやって、この形がそのまま前屈出しになったような感じです。はい。で、前屈出しにはいくつかポイントがあってですね、まず後ろ足ですね。後ろ足はしっかりとこのハムストリング、ここにハムストリングって筋肉があるんですけど、この太ももの裏の筋肉ですね、ここをしっかり伸ばすと。で、つま先はですね、常に正面を向いているということがポイントになっています。で、ここをしっかり伸ばすと同時にですね、股関節の筋肉を縮めます。縮めというか閉じますね、ここの筋肉を閉じます。そうすると自然に体が正面を向くようになるので、これが基本の姿勢になります。加えて前足なんですけれども、前足はちょっと体重心を前のめりにしてですね、自分から見て自分のつま先がですね、自分の膝に隠れるような具合に重心を持ってってください。で、しっかりと背筋は上がると、この姿勢が、この正面の姿勢ですね、これが、いわゆる逆付きの、突く時の前屈出しの基本の姿勢になります。はい。今度はですね、皆さんに半身の姿勢をお教えしたいと思います。今は正面の姿勢ですね、基本姿勢を学びました。今度は半身の姿勢です。正面の姿勢は逆付きをついた時に、逆付きが完了する時の姿勢なんですけれども、半身はそれに対して、攻撃がスタートする姿勢なんですね。で、この時に、攻撃する方の手は引き手をしっかり取って、で、前の手縦しそうですね、これでしっかりと相手の攻撃を受けるということになります。で、この姿勢から正面に向くということです。で、半身になるとですね、いろいろポイントがあるんですけれども、まず一つ目のポイントとしてはですね、正面になった時に股関節が前の足の、内側についてますね。股関節の筋肉が、閉じてます。で、これを剥がすと腰が後ろに行きます。なおかつ、腰が後ろに行った時にここが突っ張ってると、どうしてもスムーズに腰が後ろに行きません。だから、この時にしっかりと少し緩めてあげます。このハムストリングを緩めてあげます。こうですね。で、正面行く時はしっかりと足の裏を突っ張ってですね、ハムストリングを伸ばしてやると。
それと同時に股関節を締めることによって体の正面に置くということになります。で、この違いをしっかり把握して、逆付けを行うと。はい、続いて手なんですけれども、前屈立ちになって、攻撃するときにですね、手はどうなるか、先ほども説明した通り、前の手は、例えば右の逆付けを突くときですね、前の手は左が縦下になります。で、右手はしっかりと引き手を引きます。ここがスタートポジションになります。で、ここからしっかりと足裏で地面を切りながらハムストリングを伸ばします。それと同時に股関節を締めて体を正面に持っています。それと同時にかつ逆突きを前に突くということです。で、この時に注意点なんですけれども、体が先で腰が後からついてこないことです。体のパワーで、上半身のパワーで腰がついてくる。これでは足の力が腰に伝わって、腰に伝わった力が剣に行くという順序がまるっきりあべこべになってしまって、効果的に相手に力を伝えられないということになりますので、若干ですね、同時に動くんですけれども、若干足の方が先ですね、足の踏み込みが先、それで若干こう腰が逆付きの手よりも早く出るということですね。腰が早いです。で、この突くときにしっかりと縦首刀の手が引き手に転じるということです。しっかりと引くということです。で、もう一つ逆付きをする上で重要なポイントがありまして、それはですね、背骨をまっすぐにするということですね。キックボクシングとかボクシングされている方は、大体構えるとですね、猫背になったりとか、大体攻撃をするとき、大体猫背なんですけれども、空手の場合はですね、肩の運用方法は大体背筋が伸びてないとですね、効果的に相手にこう突きのダメージがいかないもので、しっかり伸ばしてないといけないので、背筋はしっかり伸ばしましょう。かつ、これはイメージなんですけれども、ついた時にですね、中に入っている背骨がですね、前にめり込んで、で、その内臓の重さがを利用して、つくみたいなイメージでやると、非常にうまく逆付きが行うことができます。はい、で、こうなると突きのリーチも短くなっちゃう。背骨が曲がるとですね、突きのリーチも短くなっちゃいますし、せっかく腰を使って、運用した自分の体の体重がですね、自分の体の勢いがですね、途中で止まっちゃうことなので、突きを突く場合は背骨が中にめり込むような感じ、そして、自分の内臓の体重を利用して、月にそのエネルギーをぶつけるということが重要になってきます。はい、最後にですね、上級者編なんですけれども、今の動作が一通りできるようになったという方はですね、ぜひですね、自分の姿勢が正しいかどうかをこれからお伝えする方法で試していただきたいというふうに思います。で、その方法とはですね、頭にペットボトルを乗せるんです。そうするとですね、姿勢が固定されます。この状態でペットボトルが落ちないようにですね、逆付きをついてみてください。そうすると落ちなければ正しい姿勢でつけているということです。
落ちるようであればどこかに力が入っているか、正しく姿勢が取れてない場所があるかということになりますので、今からお見せします。ペットボトルのは何でもいいんですけれども、満杯にするとですね、非常に難しいです。というのはバランスが非常に取るのが難しくなってしまいます。水をだいたい8割ぐらいに入れると、平均的な難易度になりますので、ペットボトルの大きさはですね、何でもいいんですけれども、今回はですね、1リットルのペットボトルを使って、逆付けをついていきたいと思います。こんな感じですね。で、しっかりと重心を落とすと。前に見ると。構えて、つく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 。こんな感じですね。で、上級者の方はぜひ試してみてください。以上です。ありがとうございました。